さあおはようございます。Tロックで走る東京下道ドライブ、お久しぶりの声出しでございます。高橋です、よろしくお願いします。ただいま朝の9時ちょっと過ぎですね。道はそこそこ混んでまして、今通勤途中です。天気が大変良い、久しぶりのこうなんというか心を許せる快晴といいますか、晴れてもね、後から曇ったり雨模様になったりっていうこともここのところ続いていたように思いますので、そういうことでいうともう今日はもう絶対大丈夫だっていう感じがありがたいですね。いや本当にいい天気ですね。さあ下道ドライブと言いながらですね、堂々と高速に入ってまいります。お、どうした、調整中、ちょっと混んでおりますね。この混んでたり混んでなかったりするこの日々の違いっていうのは何なんでしょうね。ああそうか、今日は五等日か。あ、なるほど。じゃあ仕事の方がもう早くから車で働いてるんですね。早いですね。まあそういう時間か。さあ彼方の雲も少なくですね、これは期待できると思います。
いでくれますよね。ちょっと開けちゃうかな。はい、あ、綺麗ですね。さあ、今日はもう仕事を忘れて西へ西へ走ってみよう、そんな気持ちにさせてくれます。もっと近くで君の姿が見たい、そんな綺麗な富士の清楚な姿でございます。僕の友人がね、あの富士見ビューとかなんとか、まあマンションでそういう名前がついてたりするところ東京には多いと思うんですけど、そういうとこ住んでるんですけどね、前に立っちゃってね、ビューが消えたと言う人いましたね。そしたらそれはそれでいいのかなと思ってもするんです。お、はい、中央フリーウェイ、右に見えるのが競馬場、そして左はビール工場でございます。歌詞に出てきますね。そしてこの道はまるで滑走路、前に背の高いトラックが塞いでおります。滑走路です。あの歌はね、恋の仕立ての話だと思ったんですよ。ちょっと法定速度内で様子を見ます。恋が始まってね、そしてコースドライブがてら送ってもらうわけですよね。西の方に彼女の家があるわけですよ。まあ実話でしょうね、ユーミンのね。お相手は松任谷さんでしょうか。そして送ってもらって、景色がね素晴らしいと、で中央フリーは素敵だと、心も高揚してるからまるで滑走路のようだという気持ちのままね歌ってると思ったら、ちょっと様相が変わるんですよね。この頃はちょっと冷たくなってるんですね、彼がね。そして送ってくれることも昔は頻繁にあったのに、今はあんまり送ってくれることもせずにと言っておりました。送ってくれなくなってきた。まあ付き合いがね長くなってくると、お互い送ることでちょっと時間取るのもな、ちょっと今それだったら仕事したいなとか、彼女の方も遠慮したりとか当然あるでしょうね。ということでね、送りもせずにということで、ちょっと恋がね落ち着いて、まあ安定期って言いますかね、様相が変わってきたということを歌ってる歌でした。実はちょっと冷たいねとまで言われてますね。釣った魚、あ、いやいや、ちょっとね冷たくなる。まあフラットな、モリモリだった気持ちがちょっと落ち着いてフラット感が出てきたということでしょうか。はい、エンジンブレーキ切れてます。先にネズミ捕りがありまして、カメラがあるんですけど、作動してるとかどこは僕は知らないんだけど、まあ皆さん減速されますね。本来でしたら先ほどの国立っていうところで降りてもいいんですけど、もう一度富士山を拝めるかなと思って、確かどっかで見れたと思うんですけど、八王子インターまで、ね、行こうと思います。ユーミンと一緒ですね、きっと。はい、カメラ、普段はカメラを向けている私が向けられております。お、またバスで、お、来た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 、どうでしょう、見えますか。いい
都市が入るんですね。モノレールに乗っててね、この道を今またいで、ね、行くわけですけど、いい景色ですよ。夜はね、特にたまらんですね。一方はね、高校とヘッドライトが光の川となり、もう一方はね、反対車線になりますから、赤いテールランプがね、またこう赤い筋を使っていくわけですね。ではまた近いうちに会いましょう。ありがとうございました。